折り紙のかぼちゃの折り方を紹介します。ハロウィンのお化けかぼちゃのことですね。はい、それでは用意するものはこのオレンジ色の折り紙と1枚とサインペンを用意してください。はい、それではいきます。折り紙を裏返して色がついてない方を表にします。真ん中から半分に折ります。これをさらに半分に折ります。こんな感じです。で、開いてる方を下の方に持ってきまして、ここに指を入れて開いて三角に広げて、この線をこの線に合わせるようにして角もきれいに合わせて折りつぶします。はい、裏返して裏も同じように折ります。はい、そうしましたらこの上の重なった紙の上のこの2枚の部分だけを、ここの辺を中心線に合わせるようにしてこう折ります。で、こちら側も感じに折れました。そうしましたら裏返してこの三角に出ている2つの三角を、この線でこの線で上に折り上げます。左側も折り上げます。に折れました。そうしましたら今度こっちの角とこっちの右の角と左の角をこの中心線に合わせるようにして両方とも折ります。こんな感じに折れました。そしたらここの角とこの両方下の両方の角を取るような形で折っていきます。これを手前に折ります。だいたいこれくらい。こちらも同じくらいにこちらに折っていきます。上はで、私はこの線につくぐらい、この角につくぐらいに、このてっぺんの角、ここの角につくぐらいに折ります。
しましたら、この角がここの線よりもちょっとちょこんとこう出るように、かぼちゃのヘタの部分ですねが表に見えるように、ここを谷折りにして折り上げていきます。この裏を見ながらどれくらい出るかなって確かめながら折るといいかもしれません。はい、こんな感じで折れました。はい、裏返すとハロウィンのかぼちゃのお化けの折り紙ができました。サインペンで顔を描いて出来上がりです。